は稲妻ショッピングチャンネルに変わってるもん。変わってる。変わってる。変わってる。商品番号1番。ブルーオーバーのセットパーカー。イナベスでもう販売した？販売してます。イナベス初出しですよ。初出しはイナベスです。あ、V がね、稲妻風だった。これさ、ミリタリー調ですね。これ両方ともリフレクターですね。おリフレクタープリントなのこれ、はい、商品番号、はいはいはい、第2番これどうじゃんでかいでかいっすよ、L が L でかいあ、いいねこれいいこれ好きこれ好きねこれも同じくですね、あの古着で存在するプリンストン大学 の、うん、あのリバーシブがあるんですけど、はい、それをモチーフで同じ書体で、うん、今度はこう背中にプリンストンの P が入るんですけど、こんな大きく、うん、これね、ちょっとね、実物でかくなっちゃうあ、そうじゃこのでかいのがいいんじゃない、うん、いや、そうだから、逆に良かったなと、うん、いいと思う、うん、目立つよね、まあ、これあれだよね、これいいこちらですね、はい、9000円9000円次これでしょ、はい、はい、セットアップこれ、スウェットパンツです。色的にはこっちと一緒。一緒ですね。ボディの色は一緒。いや、これもこれも一緒なの。一緒ですよ。ボディの色は一緒。あ、じゃあどっちにも使えるの？使えます。そうです。あ、気づいたね。ただこのオレンジはあのさっきのプリンストンのオレンジだ。こちら揃えてるんです一応。スウェットパンツ。こちらのパンツはこれ税込み9000円。9000円。じゃあ次の商品いきましょう。はい、何でしょう。また来ましたよ。ポトブリ。お、 T シャツ。T シャツ。あ、これまた。これまた2個あるじゃん。また悩んじゃうから。おしゃれだね。もう T シャツだからこれ。同時ポチだよ、これ同時ポチで、同時ポチ、ね、T シャツ何枚あってもいいから。これは取り下ろし？これそうですよ、うん、あのうち、あでもね、これもね、カリフォルニアですよ、場所は。こっちカリフォルニア場所は、お家にテキサコのガスステーションを作ってる親父の家です。あ、そうなんだ、はいはい、こちらは、みたいなね、1着5000円です。うん、それはね、イナベスに参加できなかった方に、うん、そう、もうあんまり残ってないやつ。前回のやつは5月の22で真ん中がこう5月1日だったんで、5までちゃったんですけど、うん、あ、そうか。今回は12月18日だったんで、1218で、うん、これは一応3000円、ね、これイベントものだから、イベント価格にしてる、イベント価格でそのまま出すと、はい、はい、アドちゃん、はい、それ、はい、それやって。アドちゃん、風呂上がりで来たわけではなくはない、これ新色です、うん、新色ね、うん、毎年あの違うカラーをね、そうです、ナフェスごとに出してるやつで、うん、今回オリーブ×オフホワイトっていう、白じゃないです、オフホワイト、うん、コレクタブルだよね、だから毎年着てる人はいろんな色。もう何色作りました？はい、バスタオル3800円、はい、2700円に、はい、バスタオル3800円だったっけ、うん、これ値付け間違えたな。なんで？いや、原価からするとちょっと安すぎるわ。そうそうそう、ファイヤーキングにあそこにあなんかのフルーツの柄があるんですよ。あるね、レモンとかオレンジとか洋梨とかある。あ、そうそうそう、あらららら、はい、あの柄のスタッキングマグをちょっとイメージして、うん、あれ可愛らしいんですけど、うん、そこにちょっと毒キャンプをぶっ込んでやろうと思ってで、比較したのがこれで、うん、裏面は毒もあってちょっと歪んでるライトニングのロゴが、うん、はい、で、ちょっとまあこういうなんか色悪くなった唇みたいな色をして、これが3200円ですね、はい、税込み。小池さん、はい、俺喋るの疲れたかも。あ、これですか、これは、あの単純に今回ね、イナフェスでね、グッズを作るっていうのにかこつけて、この僕のね、YouTube あるじゃないですか、V8 チャンネル、ライトニングガレージを、ついでに作っていただこうということで作ったこれキーホルダーですよ、うん、あのカー用品店なんかでもよく売ってるんですけど、あの車の中にちょっとかけておくと、車のほら、匂いが、いい匂いになるみたいなね、いわゆる、これです。はいはいはい、じゃん、あっちだね、あっちの方だね、よくあのバックミラーに吊るさ、ビヨーンって吊る下げたもん、吊る下げるやつですね、はい、とりあえずこれが1枚1枚これが1個で1個のセットが1500円、これライトニングブーツラバーっていうのをこう書いてますけどね。おー、うん、もうじゃあほとんどの読者の人ほとんどブーツラバーだから、うん、もう皆さん変えちゃうよ、両面プリントの、うん、裏はなんか違うこと書いてあるね。裏はウエスタンブーツのデザインが入って、真ん中にクラブライトニング .com って URL が入って、1200円か、いいねこれは、はい、アメリカ製、アメリカ製です、アメリカ製でございます。これはね、次非売品が、非売品が売品になったってやつね、うん、非売品、売品、売品、非売品、売品、はい、そうだな、早口言葉みたいですね。違うな、逆だな、これがは、はい、
2200円。もう完全に日本製、ここにシールも貼ってあるけど、ね、日本製ですね。日本製コットンは 100% っていうね、はい、もう製品なんでこういうのもちゃんと表記されてますが、ただ松島さんがずっとなんかあのトートバッグ前作ったのをもう一回作りたいって言ってたんですけど、そのボディがもうアメリカになくなったので、あららこれまたアメリカの別のメーカーのやつで探して、同じ松島さんが欲しいって言って一回サイズのやつの肩掛けできるのを探して、うん、プリント入れた、ね、そうです、持ってきたやつですね。これが、はい、12,000円で、さっき言って12,000円、うん、ラスト、はい、ラストあるね、はい、まだあります、はい、来た冬だったら、うん、T シャツよりもスウェットじゃねって言って、あ、季節的にね、そう、はい、で、こう一番ハンバーガーを食べた時に汚れやすい白っていう、最高ですね全然考えてないじゃないですか。いや、7,000円、安い、なんか、さあ来たね、7,000円です、うん、そうです、これは完全にこうね、セブンティーズの古い感覚で来てもらえたら、うん、いいねボタンもよろしくお願いします。高評価ボタンお願いしますよ、はい、さよなら。